こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、 UCC の陸海空の自衛隊コレクション第3弾を紹介したいと思います。はい、第3弾のラインナップは陸上自衛隊の重式戦車ですね。おー、いいですね。はい、今最新戦車ですね。はーい、じゃじゃーん。おー、 UCC の陸海空自衛隊コレクションですね。はい、今回は重式ラインナップの、ね、2番の重式戦車です。はい、スケールは約44分の1ですね。おいいですね。組み立てモデルです。で、前回はアリチン1番は、旧重式戦車です。おこれ の後継機ですね。はい、現在の主力の戦車です。また同じでドレスアップシールがついています。いいですね。はい、おー、片足同じです。じゃあ早速開けましょう。はい、では開けます。と取り出しますね。おー、同じですね。おい、上下のネクタパーツを2個で、はい、シールです。おー、はい、あとは取説ですね。おー、 UCC 缶コーヒーの景品で陸海空自衛隊コレクションの、はい、ラインナップの2番ですね。重式戦車です。ラインナップは全部6種類です。はい、じゃあラインナップ行きましょう。あ、これですね。おー、はい、今回は2番の重式戦車です。前回は旧重式です。いいですね。はい、じゃじゃーん。はい、シールの貼り方ですね。貼り1です。おー、はい、旧重式戦車と同じで、ここに貼るんですね。あと組み立てはこれです。これとてもシンプルです。おー、2つくっつくだけです。はい、あー、ということで、じゃあこれとパーツを、はい、組み立てします。はい、これの穴に合わせるだけです。はい、できました。いいですね、かっこいい。おー、はい、じゃじゃーん。おー、陸自自衛隊の重式戦車です。おー、かっこいいですね。はい、おー、相変わらず塗装も造形も綺麗です。あー、おー、おー、さすが重式一番最新で、結構、はい、おー、面白い、今風ですね、でデザインが。あー、かっこいい。動かせます？あ、動かせない、これだけですね。おー、動かせるのは、いやー、いいですね。はい、陸自自衛隊 の4代目の主力戦車ですね。重式、はい、2010年に製造開始した戦車なので、重式という名前になりました。はい、製造元は同じく三菱重工業ですね。分離としてはですね、第 3.5 世代のセンサーですね。はい、タイプ90は、弟は、第3世代の、センサーです。で、もっと、一番特徴となるのは、軽量化と、旧重式よりは、重量が減ってます。ね、44トンです。で、あと特徴が、今回の特徴は、ですね、コンピューター化されてるんですよ。ネットワーク化されてます。ですから重式戦車同士の情報交換とか共有ができます。で、全部コンピューター化されて、で、何発残ったりと弾丸の残りとかで、損害の情報とか、その戦車同士で、共有できます。で、将来的に、はい、その攻撃ヘリ、
アパッチとかとに情報を共有されて、で遠い敵とか見えない敵でも見えるように、ヘリの情報でによって敵が見えるようになります。アシルコンピューターと言われてます、隊員からです。おー、いいですね。現在の生産台数は126両です。はい、日本を守っている主力の戦車です。では今からターンテーブルで展示します。 UCC の陸海空自衛隊コレクションです。今回は第3弾ですね。第3弾のラインナップは重式戦車です。陸上自衛隊の現在の主力戦車です。かっこいいですね。では今からプチジラマで展示します。陸自衛隊の演習のプチジラマです。今重式戦車と旧重式戦車が両方共同演習参加してます。かっこいいですね。以上です。アリチンチャンでした。今回は UCC の陸海空自衛隊コレクションの第3弾を紹介しました。はい、第3弾は陸上自衛隊の重式戦車です。はい、じゃじゃーん。UCC 陸上海空自衛隊コレクションですね。今回重式戦車です。今回の、今、現在、陸上自衛隊の主力戦車です。はい、スケールは144分の1です。組み立て式です。はい、じゃじゃーん。とてもよくできてるそのモデルですね。スケールモデル綺麗です。模様もしっかり再現されて塗装も綺麗です。後ろもこれこの感じですね。かっこいいですね。これが回れます。この感じです。はい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。